ポート行政書士法人です。今回のトピックスは道路使用許可、道路占用許可です。私熊野と賛美でお送りします。道路使用許可はどういう時に必要ですか？はい、道路使用許可はチラシを配るといった簡易的な内容から、あの建設工事なんかの際にも必要になってくる、結構幅広い許可になっています。道路使用許可と占用許可の違いってどんなところですか？道路使用に関しては あくまでも道路を使用する場合に必要になるんですが、占用は長期間何か物を置いておいたりとかっていう時に必要になったりします。工事の足場なんかもそうなんですが、あとは何か広告看板を設置する場合なんかにも必要になってきます。はい、私たちサポート行政書士法人は道路占用許可、道路使用許可のサポートをしています。お気軽にご相談ください。まずはご相談ください。サポート行政書士法人。